おっすー、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。入れんの？上級者向けというコースをやっていきたいと思います。まあ、サムネ見る感じだと、何回かやって入れそうな気するけどな。これがフラグとなるのか。はい。タイミング系ですね。ちょっと早めにパーを置かないとダメだな。はい。惜しい。おし、来た、おりゃあ、さあ、いけるいける。ほっ。うん。参りましょう。シャイガイ、ヘイホーか。ザ・ノーセンライツ？ノーザンライツ？北？ノース？ノース？ライツ？全然わかんねえよ。まあ、とりあえず、チャイガイで進んでいきますよ。なるほどね。アイスに乗るのね。これは難しいだろうな。はい。こういうの苦手なんすよね。こういうアクション系は俺ダメなんすよ。こいつ乗っていった方がいいのかな？あ、別に乗っていかなくてもいいのか。ぷくぷく使って上に行けじゃないよね。さすがに無理でしょう。こっちかな？わかんねえ。とりあえず、進める方向。かわいい。シャイだね、確かに。でも結構、ジャンプしてる時の音は主張してきてますよ。ふんっていう。はい、と。結構難しい。地味に。氷だから。滑る。いや、そりゃ滑るわな。ドア。でででで。タン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 。タン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 、タラちゃん。最近、進撃の巨人見返してるんで、タラちゃんがいっぱい出てきて、驚いてます。驚いてるっていうか、楽しい、見てて。タラちゃんの成長。タラちゃん、すごいなんか、クールに成長しましたよね。これは、うわー、そんなアリスか。これは上に行けってことだろ？これ使って。にしてもものすごい先制攻撃食らったな。あれ、違う、こっちじゃねえのかよ。逆にこれ難しくない？上がトゲだからさ、大丈夫かな？シャイガイじゃなくな、あ、そっか、普通にこうやって走ってけば全然難しくねえじゃん。ああ、そっか。倒した方がいいな。少しでも、リスクは減らしていくのがベスト。はい、はい。ここで、ブーツとはお別れか。また、シャイガイのお時間ですね。ほっ。タン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 。はい、タラちゃんの歌終了。早い。これは P スイッチが、これ持ってけないんで、踏んでいくしかないんですね。踏んで、超簡単。おっ、そうだ。うわー。うわー。お、なんか綺麗。氷の結晶だね。うわ、これ下死ぬようになってるじゃん。うわー、シャイガイ取られた。大丈夫かな。これは降ってこないパターンの方ですね。かわしていくよ。危ねえ。あ、これ事故るやつだな。オッケーオッケー。おっと、トゲゾウを煽っていく。さあ、行きまして、ゴールだ。お疲れしたー。2月の24日にいただいた新技です。この技知ってる？さあ、どうでしょうか。なんだろう。おっと、え、これは多分だけど、1、2の3ガリアで、あ、取れなかった。これで空中で被ることができるんですよ。これでいいんじゃないかな。来た、これだー、多分これ。やっとできた。いや、なかなか難しいですね。普通に足すやるより難しいんじゃない？これ。1000分の2。キングカズからの挑戦。あ、キングカズ。まさかのキングカズ。
三浦和義選手ですか。自分で作ったんですが、クリアチェックに4時間弱。マジで？マジでか。うーわ。P スイッチで走んなきゃいけないところがあるね。あとはどうだろうな。最後あれどうなってんすかね。あれトゲかな。多分トゲですよね。右から行くとがばれないんですね。直で降りなきゃダメなんだ。了解しました。オッケーっす。じゃあ行きましょうか。1000分の2かよ。まあでも2人クリア者がいるだけで、だいぶ心づけ、だいぶ勇気が湧きます。勇気りんりんですね。ほんとね。よし、行くぞー。パウパウパウと行きまして。まあこの辺は緩め？この水怪しすぎるだろ。ひっ。あー、おー、喋り忘れた。あるある。あるある。最近あるあるだわ。真剣に、マリオ攻略してると、どうしてもね、ふぅ、これむずくね、あっぶね。どうしても喋るの忘れてしまうんだよね。え、あ、全然間に合うじゃん。オッケーオッケー。焦った、今。うそー、連続か。あ、下だ。やべやべやべ。あー、まずくね。まずいよね。どの時の声なんだろうな。さあ、問題のエリア。一気に抜けるって言ってはどう？あ、やっぱこれがいいんじゃねえの。あ、ねえ、上トゲかよ。こう言って、はい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 。うわあああああ。こっち？オッケー？はい、はい、オッケー？下かな？オッケー？スピン、スピン。うわあ、なもうなんか今ドッスン変な動きしたよ。あっぷねあっぷねあっぷね、あ、やばいんじゃないこれ。これ相当あかんやつじゃない。あー、おー、ゴールあった。じゃあゴールいけるわ。さあ参りましょう。そろそろ決めよう。おいわせるパン、嫌なこったいとっさん。どっちも同じ声じゃんな。なんかルパンに似てる時があるって言われたんですけどね。どの声だか全然わかんないんですよね。少なくともスピランやりながら喋る内容じゃないよねこれね。著しくプレイの質が下がってる気がするんだけど。よいしょ。さあ行きましょう行きましょう。ちょっと突飛ですけど、ちょっと突飛な話させてもらいますけど、見てる側の皆さんとしては、そろそろマリオメーカー飽きたっていう方もいらっしゃるのでは。てかさ、もし飽きてたとしたらもう動画見てないわけだからね。でもな、飽きてるけどなんか見ちゃうっていう方も多分いると思うんですけど、そろそろもうマリオメーカーもやばいんじゃないかな。もうなんせもう2年っすよ。もう2年経つ。3年、3年にある。15、16、10、そうだよ、もう3年だよ。あと5ヶ月、半年もすれば3年ですからね、マリオメーカーも。そろそろやばいんじゃないかなとも思ってるんですけど、でもなんかやってるの楽しいからいいかなとは思ってるんですけどね、自分的には。で、見たいって方もきっと、見たいって思ってくださってる方々もきっといらっしゃると思うんで、まあ他のゲームもそろそろやっていきますけど、マリオメーカーも見ていただけたらなとは思います。で、サブチャンネルとかもできてきてるんで、そっちで出したりとか、まあ、あるいはメインで出したりとか、このチャンネルで出したりとか、みたいなのも、ちょこちょこ考えつつあるので、まあ、その都度ね、ツイッターなんかで告知していきますんで、もしよければツイッター、なんか宣伝になっちゃったね。ツイッターもフォローしていただけたらなと思います。注目のコースから、こちら参りましょう。ドンキーコング、違うな。あー、DKC1-5。バレルキャノン、キャニオン。あれだよね。タル大砲の谷そんな感じ。あー、なんか煽られてる感すごいな。おっすー。おっすー。DK だよ。おっすー。煽られていく。これは乗り継ぎ？ドンキーってさ、
こうやってマップの上の方にさ、ガンガン進めるやつあるよね。なんか乗り継いでいけるみたいな。あるよね。これそれなんじゃね？もしかして。あ、ほら。やり直そうか、じゃあ。間違いないわ、さっきの。絶対こっちだ。行って、おぉね、行ってほしいルートは絶対こっちだろうな。あー、すげえ。あったあった。大砲乗り継いで、大砲から大砲に入っていくステージあったよね。多分あれを表してるんだろうな。ここで飛ぶのかな？オッケー。囚われの女、囚われのパタパタに煽っていくスタイル。えぐいわ、これ。えぐいわ、今の。これはダメなやつだわ。あ、やばい！あぶねえ。これ難しいぞ。ここだ。オッケー。これも難しいですね。これね、何が難しいかって、青ドクロって、進んでる方向に対して動かないと、変な感じになるんですよね。なんか前に進めなくなるんで、それ結構難、おぉ！ディディになった！結構難しいんですよ。これ落ちてもいけるじゃん。あ、でもあれか、ディディになれませんよってことなのかな？ディディといえば、いや、ディディってか、あー、変わっちゃった。やっぱ、個人的には、ドンキーコング2なんですよね。タルタルトゲ迷路が好きなんですよ、BGM の。多分聞いたことない方多いと思うんで、タルタルトゲ迷路って検索かけてみてください。なんかね、しっとり系なんだけど、しっとり系なんだけど、なんかすごいいい感じなんで、ぜひ聞いてもらいたい。よぶね。下で青ドクラ荒ぶってらっしゃる。ここで行く。オッケー。こっちの方が多分確実だ。難しいやたら。普通に難しいんだけど。あー、そういうことか。ちゃんと右に進んでる時に一緒にジャンプしてあげる。はい。はい。しっかり見切っていく。はい。しっかり見切っていく。はい。しっかり見切っていく。オプデー。はい。踏んでいく。さあ、赤コインも2枚目。いやー、まだ中、まだ真ん中ってことでしょ？取り損なってるんかい。完全に煽られた、コースに。コースに煽られた。赤コインどこにあったんだよ。さあ参りましょう。本日ラストコースですね。壁ジャンプの館、3月31日にいただいた壁キックコースです。難易度もそんなに高くないかとっていうふうには言ってるけど。あ、そこが開くのか。はいはいはい。ふぅー！こっちか。やべ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 。届いた。上のファイヤーバー気になる。やっぱりか。ここ、はい。ここ、はい。下見てきますよ。そういうことか。こうか。うわ、怖え。はい、はい。はい、はい、はい、はい。あぶね、届いたか。セーフ。はい、はい。ここ。一回。ここ。ここ。あぶね。ほっ。いやー、ちょ、待って。あぶね、耐える。ダメか、入れねえの。あー、死んだ。オッケー、入れた。そういうことか。こうか。こっちか。ほっ。こうだ、オッケー。ふぅ。最後ちょっと緊張したな。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録お済みの方は、チャンネル登録横のベルボタンを押すと、最新の通知が得られるようになります。ではまた別の動画でお会いしましょう。せーの、チャオー。